はい、皆さんおはこんばんにちは、ケントです。さあ、今回やっていくゲームは、任天堂スイッチ版すすめキノピオ隊長でございます。これはいきなりこれなんか始まったが、これなんかカーソルがあ、ジャイロで動かせるようになってんだな、これ。なるほどね。まあ、まずは行きましょうか。はい、キノピクさん、こんにちは。右スティックで、まあ、見渡すことができると。移動は左、あ、なんかある。なんか見つけたっぽい。状況説明、それでええんかい。よし。じゃあ、行きましょうか。いや、結構やりたかったんですよね、このゲーム。で、スイッチ版は結構いろいろ、その、マリオオデッセイの専用のステージが追加されたとかで、結構面白そうだなと思ったんで買いましたね。さあ。おぉ。あらー。あらー、連れてかれたー。わー、あれ、お前、オデッセイにいなかった？オデッセイにもいたな。ちょっと狂った感じだったけどね、オデッセイの場合は。こっちの方が割としっかりしてるっていうか。さあ、始まりましたね。すすめキノピオ隊長。さて、どうやら2人で遊べることができるらしいんですよね。さあ、手がかりや宝スター進めていきましょう。ちなみにジャイコングリップでやってます。このカーソルが地味に気になるんだよね。ZR で何かしらのアクションができるみたいですね、このカーソルは。Y ボタンでライトをつけられると。ズームは X ボタンか。実は今回操作のあれを理解してないままやってるんですけどね。まあこんな感じで、一見見た限りだとこうやってね、まあジャンプ、キノピオ隊長はジャンプできないんで撮れませんけど、ちょっとカメラを変えると、まあこんな感じで拾えるようになると。チュートリアルでも出てますね。 R スティックで見回すと。で、これはなんだ、引き抜けそうか、マリオ USA みたいな。で、あ、株が出てくるんだな。で、パワーブロックに磨いて、オッケー、こんな感じですね。さあ、また株出てきた。どこで使うんやろな。あ、矢印がこっち行けって言ってますね。さてさて、あ、こっちで使うか。はい。あれあれれあれれれれあ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 れ、ちょっと待って、あれ、そう、このブロック壊せないんだな。はい、オッケー。まあ壁で攻撃するしかないですよね。連打か。だん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 。おお、楽しい。で、ゴールデンキノコゲット。あー、さっきのあれ、あれか、ゴールデンキノコか。で、で、こう、あとはスターを手に入れたいが、このままじゃいけないと。で、どうするんだ。どっかになんかスイッチあんのかな。あ、あるやないけ。見落としてますね。ああ、こういうのがあかんな。はい。スイッチ起動。なるほど。はしごで通れるようになると。おお、キノピオ隊長の隊員たち。お見事。
キノコもあるんだな。回復キノコですかね。寝てるやんけ。あーいいぞいいぞ、寝る子は育つみたいなリアクションしてんじゃねえよ。よし、うん、ライトをつけるのはどういう意味なんだろうな。まあ暗いところで光、暗いところを見えるようにする意味では使っていいかもしれないが。Wii U でもあったんですけどね、その Wii U のやつはあれなんですよ、やったことないんで、いろいろあってできなかったんで。ドットキノピオのかくれんぼが遊べるようになりました。操作説明、ジェットあるか、ん、タッチで使、そんなチャレンジあんの。コースに隠れたドットキノピオ、あ、もう教えとるやん。ポインターで狙って ZR ボタンを押すとクリア。ああ、ダイヤは表示されないんだな。よいしょ。もう場所を教えてるようなもんじゃん。わかるわかるよ、ほら。簡単簡単。ああ、こっち見てるから攻撃できないからね、彼は。で、あ、いける、よし。で、ここにあるから、で、イエイ。これわざわざツルハシ持ってあそこのブロック壊していかなくてもよかったんちゃう。余計なことした気がすんね。さあ、やりますか。このまま真っすぐ行くと、あ、崩れるんだ。水の中も行ける。ちょっとズームしようか。あ、見えないコインがあるんだな。何でしたっけこのゲーム、マリオ 3D ワールドのあれですよね、なんだっけ。なんて言うんだっけ、まあ、いいや、とりあえずこいつを通過しての、あー、落ちちゃった。あ、そんな感じ。通過できないっす。通過できましたわ。そんな感じね。この株はどういう意味なんだろうな。株と見せかけてコイン、おお、うち。で、こうやっていって、よし、そんな感じね。カバディしてる、超カバディしてる。で、こうやって通るんですね。よし、キノコゲット。キノコ1個手に入れるだけで10コイン。移動するタイミングが重要だな。いや、いいね、こういうゆるい感じ。こういうのやりたかったんだよね。ん？まあ、なんか見つけたぞ。あー、これは、道がちょっと違うな、さっきのやつと。よし。お金めっけで持って、あ、やらかした。あ、こういう、こういうのもあるんだな。超隠れとるやん。うわ、こんなんカメラ移動してもわからんやろ。こういうのもあるんだな、気をつけてみないと。なんで穴は動かない動かないんですか。ああ、そんな感じ。もうでもこれでダイヤ手に入るよね。倒せんのかな、あれ。ああ、動きを止めるだけか。別に特に足が速いわけでもないし、タイミングを見て OK。 いいね、いいね、テンポいいね。こういうのやりながら、え、神殿を壊さなかった。
あーポインターね。敵の邪魔をしたり仕掛けを動かすことができます。ポインターを狙って ZR を押すと敵の邪魔をでき敵の邪魔をできる。神殿を壊さなかった。このまま行こうか。あでもな、ドットキノピオ行く。あでもな、多分ね、ドットキノピオをプレイ中に神殿を壊したら、違う、壊さなかったら多分これカウントされないと思うんだよな。クリア扱いになるか、まあ一応試してみるか。別にね、適当に見渡して探せばいいだけの話だし。ほら、いた。これ何の意味があるんだろう何の意味があるんだろう。とりあえず神殿を壊さずにクリアしましょうか。あ、一応ダッシュできるっぽいな、 B ボタンで。いいね、隠しのありを見つけることができる、このなんだろう、達成感ね。あ、隠しミッションは表示されないんだな、これに。これあれか、ポインターで仕掛けにポインターを当てて、あ、こんな感じね。 3D ワールドにもあったな。 3D ワールドはやったことあります。横に動く。あ、鍵がいるんだな。あ、道が。ダイヤを見つけただけかな、いらんところは。待て、いけそうな気がする。ん、待て、こっち、え、どうしよう待て、こっちを移動したら、あー、黄色いブロックは移動できないと。ちょっと待って、ポインターを中心に戻す方法教えて。プラスか、あ、プラスボタンね。オッケーオッケー。スプラトゥーンだと視点を中心に戻すのには Y ボタン使ってたんで、ちょっとまどろっこしくなるね。こっちだった。ん、あ、スターが設置されてるブロックも動くっぽいな。となるとどうすりゃいいか。こうか、え、わからなくなってきたぞ。あ、こうしていくんだ。でもってこうで、このままじゃいけないということは移動させる。こうか。いや、なんか違うな。あ、こうか。オッケーオッケーオッケー。でもってどうすんだ。鍵を手に入れた。鍵か。引き抜けそうは積極的に引き抜いた方が良さそうだね。よし、ダイヤゲット。まあ、あとは、星のところに行くだけですね。どうやって行けばいいかわかりませんが。どうやって行くか。とりあえず、こうして。うん、どうやって上に行くかだよね。今のところ、この、それぞれ、青いやつと赤いやつで2パターンしか動かせないんだよね。んで、黄色が動くわけでもないし。
悩んでたら死んだ悩んでたら落ちた。あ、ダイヤは獲得したことになってんだな。で、でよ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 。これは動くやろ。動くやろ。あ。あ、なんか知らんけど。なんか知らんけど動かしたらいけた。あれ？あ、そっか、俺パズル系のゲーム苦手だったな。タッチ3回でゴールできるようなもんなのかよ。できるわけねえって、できるわけないだしょ。別にキノピオくん動かす必要もなくない？違う、キノピオくんじゃない。キノピオ隊長動かす必要なくない？はいはいはい。別にこうやってね、動かすだけでいいし。あ、でも隠れてるところに行ったら、それはそれで嫌だな。今回ばっかりは動かないといけないかな、こちらが。でも、おるやろ。おらんかった。は？絶対ブロックの中に隠れてる気がするんだよな。え？マジで見つからんのやけど。あ、見えた、いた、こいつは。待て。やっぱブロックの影に隠れてるってことは正解だったな。こんなに時間かかるとは思わなかった。タッチ3回でゴールできるようなもんなのか、これ。手順があるんだろうな、多分。これ上に上がるでしょ？こう引いて、あ、これか。一回、で、二回、三回、普通にできるやないかい。普通にできたわ。マジか。できましたね。ああいう手順で行けば3回でできるんだな。てか必ず3、最低でも3回までじゃねえか。2回タッチでクリアできるとかはなかったっぽいな。それだったら簡単ってのにな。で、ん？あ、いけないのか。こう言って、ここは簡単。これ動くでしょ。動きましたね。あれ。オッケーオッケーオッケー。プラスボタンで、なんだっけ、カーソルを中心に引き抜けそうで、うまいこと倒せればいいが。はい、こんにちは。よし。タラランタラランタランタンタ、はい。お、ダイヤ発見。こいつは別にいいやろ。あ、階段があるんだな。あ、こいつ投げねえと、下降りれねえのか。んでもって、こうで、あれ、あれ？ああ。え？ここで、受けた、来た。確かね、ここに道があるんだ。あれ？なかったっけ？あれ？あ、なんか、何かの動画で見たときにあったような気がするんだよな。あ、あったわ。ここにあったわ。で、こう行って、オッケー、ダイヤマックス。ゴールデンキノコあるかな、それ取りたいな。
このコインはもうね、こうやって取れる。そこにどうやって行こう。え、あ、左行けるのか、左行けるか。あ、左行けたわ。キノコゲット。さあクリアしてしまいましょう。うん、こういって、あ、ここまでか。よし、ワンプーやった。なかなか拾えないのかなこれまあ、そうそうゲームオーバーになることはないだろうが。オッケー、クリアですね。あれ、あ、敵をすべて倒した。まあ敵を倒すだけだったら簡単ですよ。よし、敵倒してクリアしました